ジャック・ジョセフ・ビルヌーブはカナダ出身のカーレーサー。1983年のカナディアン・アメリカン・チャレンジ・カップシリーズチャンピオン。モータースポーツ界では、おいのジャック・ビルヌーブと区別するため、ジャック・ビルヌーブ SR やアンクル・ジャックなどと呼ばれる。1953年、カナダ・ケベック州リ・シュリューで、ビルヌーブ家の次男として生まれる。3歳年上の兄。 ジルビルヌーブと同じくスノーモビルレースで頭角を表し、1980年1981年に北米のフォーミュラーアトランティック選手権のチャンピオンとなる。レース経歴や攻撃的なドライビングスタイルからフェラーリの人気ドライバーである兄と才能を比較されたこともあった。1981年 F1 のカナダ GP とラスベガス GP にアローズからスポット参戦するが、 共に予選落ちとなった。1983年にはカナダ GP にラムからスポット参戦したが、同じく予選落ちとなった。F1 では成功できず、以後は北米のレースを中心に活動する。1982年よりカナディアン・アメリカンチャレンジカップシリーズに参戦し、1983年に 5000cc クラスの年間チャンピオンとなる。 1984年から1986年までは北米オープンホイールカーレースの最高峰カートシリーズに出場し、ポールポジション1回、優勝1回を記録。カナダ人レーサーとして初のカート優勝者となった。その後はポルシェカップ、イムスサなどに参戦。1992年にはカートの2戦にスポット参戦した。ゲストドライバーとして、 フォーミュラーアトランティックに出走し優勝したこともあった。四輪レースと並行してウィンターシーズンにはスノーモービルレースを続け輝かしい成績を残している。アメリカウィスコンシン州イーグルリバーで毎年開催される世界一決定戦ワールドチャンピオンシップスノーモービルダービーでは1980年、1982年、1986年の3度 優勝という最多大記録を持つ。これらの功績を認められ、2001年にカナダのモータースポーツ伝道入りを果たした。50歳を過ぎても現役として活動中だが、2008年のスノーモービル、ダービーのレース中、トラブルで減速したところへ他のマシンに追突され、脊椎損傷、骨盤骨折の重傷を負った。ありがとうございます。